どうする家康、小牧長久手の戦いの後、秀吉は家康を家臣にするために様々な手を打ちます。その中で秀吉は自らの妹である旭姫を家康に嫁がせるんです。この旭姫、既婚者でおそらく幸せに暮らしていたと思われますが、兄の命で夫と別れて家康に嫁ぐんです。その時の年齢はなんと44歳。当時で言えば人生も晩年です。瀬名を亡くしてから側室はいても正室はいなかったところに目をつけたんですね。これでも家康は家臣にならず、最終的に秀吉は母を人質として家康に出し、家康は秀吉のもとに上洛、正式な和解をします。旭姫は容姿が美しくなく、器量も悪かったと言われており、歴代ドラマでもそのように描かれてきましたが、最近の研究では家康との仲は悪くなかったとの説も出てます。家康に嫁いでから4年後には病で亡くなってしまいます。兄が天下人でなければこのような目に遭わなかった旭姫、政略結婚が当たり前の時代でもかなり不幸な最後を迎えたと言えます。